レンフェ446系電車は、スペインの国有鉄道、レンフェの電車。1980年代初頭、スペイン経済の発展に伴う同国諸都市の膨張への対処が課題となっていた。そこで、郊外に建設される、住宅地と都市中心部を結ぶ、郊外電車、セルカニアスの運行を始めることとなり、従来から金。 中距離電車に使用されていた440系電車を充当させることとなった。しかし、440系電車は一両あたりの乗客用の乗降扉の数が側面につき2枚。車内の座席配置は、川張りのクロスシート、電動車の主電動機のギア紐、駅間の距離が一定以上の区間に適した設定となっており、多くの乗客を裁く必要のある。 郊外電車の運用に必ずしも適しているわけではなかったため、440K の車体設計を基礎として、側面の乗降扉を3枚とした4 4 5系電車を1984年に試作。445K は適切な状況下における試験で、成功を収め、その成果から 445K を基礎として、 より洗練されたデザインの電車を導入することとなり、それにより1989年に誕生したのがこの446系である。1編成は3両で、両端の先頭車が電動車、中間車が、付随車のいわゆる 2M1T 編成を構成し、440系電車などのいわゆる 1M2T 編成と、比べて加速する時間を短縮。また、製造時期により、 一次車、二次車、三次車に分類される。車体は構成で、側面の上高扉は両開き式3枚。前面の運転室部分は FRP 製で、衝突の際に発生する衝撃を吸収する設計となっているほか、前面貫通扉を設けないことによって運転士の視界を拡大している。 同部分の窓上には行き先を表示する LED 装置が設置されている。扉の開閉駆動装置は製造時期により異なり、1次車および2次車は空気式、3次車では電気式となっている。窓は固定式の二重の反射ガラス。各車両の床下は台車部分を除いて簡易的なボディマウント構造を採用している。車内の座席配置は セミクロスシートで上高扉横のロング部分の座面は跳ね上げて畳むことが可能。天井には行き先表示を行う LED モニターや冷房の吹き出し口が設置されており、照明はそれと一体化するように雰囲気の間接的なものとなっている。パンタグラフは付随車の屋根に2機、空気圧縮機と冷房ユニットは付随車の床下に設置。台車は ボルスタレスの空気バネ式で快適な乗り心地を実現。主電動機は、ゼネラルエレクトリック社がスペインに保有する子会社、ヘネラルエレクトリックエスパーニャにおいて設計された、1機あたり3 0 0ットの出力を有する G326A2 を搭載し、起動加速度時速3 6トル、S、最高速度時速1 0 0トルの性能を発揮させる。 制御装置は日本の三菱電機の技術を活用した AVF チョッパーを採用し従来の車両に比べて消費するエネルギーの量が削減されている。また、車内の電源を供給する補助電源装置は静止型インバータを各電動車に搭載する。本形式は造備車にあたる447系電車も含め 最大3編成から4編成を並結して運用することが可能であるが、447、軽電車と並結する場合は両形式の主電動機、ギア比の違いから、立行とブレーキの面で、いくつかの制約を受ける。通常使用する電気指令式空気ブレーキのほか、発電ブレーキ及び回生ブレーキを搭載する。そのため、電動車の屋根には発電ブレーキ用の抵抗器が、 設置されている。1987年に一時車50編成が、翌1988年には二次車50編成が発注され、1989年に一時車が落成し、同年11月よりマドリードへ投入された。続いて、1991年にバルセロナへ、翌1992年には、 万国博覧会の開催に合わせて、セビージャへ、さらに同年内には、マラガとビルバオにも投入されるなど、運用範囲を拡大。一時所のうち、最初期に落成した編成は前面を、黄色、車体側面を白色で塗装し、車体側面下側に灰色と赤色の線を入れた、塗装をまとっていたが、落成後すぐに、セルカニアス専用の赤色と白色を基調とした、 塗装が誕生したことにより、最初期以降に落成した車両と同様のこの塗装へ塗り替えられた。その後もコルドバ、セゴビア、サンセバスティアン、バレンシアやサンタンデールと運用範囲を拡大していき、上規各都市の駅間、距離1から2ルお及びそれ未満の区間において運用されたが、コルドバ、バレンシア及び、 バルセロナなどにおいては、駅間距離が長い区間が多く、本形式は、そのような運用に適していないことから、それらの都市においての運用に適した447、軽電車へ運用を譲り、退りいた。また、2005年に、レンフェの上下分離が行われた際、列車の運営を行うことになった、レンフェオペラドーラは、登場から15年前後が経過した、本形式に対し、 寿命を伸ばすための体質改善工事の施行を始めた。内容は、老朽化した核電気機器の修繕、交換や、車内のリニューアルなど多岐にわたり、同時に塗装を、従来のセルカニアスの白色と赤色を基調にした、ものから、そこにレンフェオペラドーラのシンボルカラーである紫色を、足して配置替えをしたものへ変更した。マドリード、セビージャ、ビルバオ、 サンセバスティアンにおいては引き続き運用されており、登場から20年以上が経過したことから、さらなる体質改善工事が施行されることとなり、工事は447系電車と、並行して2009年から2014年にかけて行われ、車椅子の乗客などが楽に乗車できるように、バリアフリー面での改良や、乗降扉が閉まるときの音響と表示等の改良、 LED モニターなど、サインシステムの更新、便所の設置などがなされた。また、2010年代中盤からは、車内天井の蛍光灯の LED 灯への交換や、座席のモケット張り替え、網棚の撤去などの内容の新しい工事が、施行されている。なお、2004年3月11日に、マドリードで発生した、列車爆破テロ事件により、 本形式の3編成が2編成の450、軽電車と共に車体に大きな被害を受けて廃車となったほか、2010年代後半より余剰となった一部の編成が運用から離脱している。二次車より、上記のスペイン陸海機械製造会社を買収し、同社のバルセロナ工場としたことから、アメリカ合衆国の電気メーカー、ゼネラルエレクトリックのスペインにおける、 子会社を再編した企業体。1990年前後にブラウン・ボベリのスペイン支社に併合された。AVF チョッパ装置をはじめとする各種電気機器の設計、製造のほか、仕事不足に悩まされていた上記のスペイン国内、電気メーカーの救済措置としていくつかの電気機器の製造技術のライセンス提供を行った。当初、車体は、 アルミニウム製とする計画であったが、複数の面から不可能と判断された。ありがとうございます。